はい、こんにちは。2018年9月19日、本日電撃ニュース、プレイステーションミニ発表ということで、その動画はもう公開しましたので、今回は全10タイトル中5タイトルは発表されていますが、残りの15タイトルはまだ発表されていないので、私が独断と偏見と、歴史に紐づいた15タイトルをドカッと紹介したいと思います。いやー、もうこのリストを作るだけでね、身を削る思いですよ。あれも入れたい、これも入れたい、でもそうするとあれを外す、それは無理だ、ぐー選びました。まず決定している5タイトル、ワールドアブズ、 FF7 インターナショナル、鉄拳3、ジャンピンフラッシュ、リッチレーサー4、この5つでございます。まあ歴史で喋ると、ワイルドアイブズは、もう伝説級の JRPG、 プレステの中でね、3番指に入るでしょう。で、 FF7 インターナショナル、FF7 はプレステの歴史に大きく貢献しました。プレイステーションというハードが、トップを取る、一番になる、勝ちハードになるにあたって、おそらく FF7 の影響があったと思う。で、鉄拳3、当時ライバルだったセガサターンには、バーチャファイターがありまして、それに最初戦うように等身で出たんですけれども、鉄拳がプレイステーションチームにイン、とこれ重要でした。で、ジャンピングラッシュ、これはね、かなりな、高度なことをやっている。当時、3D はプレイステーション、 2D はサターンっていう明確なハードウェアの差があったんですね。なので、ジャンピングラッシュみたいなゲームは非常にハードウェアを生かしていると。そしてリッジレーサー4、まあタイプ4、リッチレーサーはロンチ出てましたね。ロンチでリッチ買った人は多いと思う。その後もリッチレーサーはロンチという文化を作ったのがこの94年のリッチレーサーシリーズでしたので、この5本はそういった意味合いが込められております。では残りの15本、とりあえずバッといきたいと思います。理由をしゃべりながらね。1本目、ドラゴンクエスト7、エデンの戦士たち。やはりずっとここに来るまで6、1から6まで全部任天堂ハードだったにもかかわらず、7で初めて任天堂ではないハードで出したドラゴンクエスト1作目ということで、売り上げもプレイステーション史上、ほぼ1位だったかな、まあ、3位ぐらいに入るものなので、これは入れていいでしょう。ドラゴンクエスト7、エデンの戦士たちですね。まあ、もともとドラゴンクエスト自体は、開発者が一番売れているハードで出しますって言っていたので、1,2,3,4 が、ファミコンで、 5,6 がスーパーファミコンで、7という形になって、で今現在いろんなハードで出ているのはそういうことなんですね。なので、まあそういうことでございます。ドラゴンクエスト7、エデンの戦士たち、これは入れましょう。そして次、グランツーリスモ。カーシミュレーションというものを家庭用に持ってきたっていうのは、やはりゲーム歴史ね、歴史上すごかったことだと思う。それまでやっぱりリッジレーサーとかデイトナー USA とか動かして楽しいものだったんですよ。まあファミコンからそうだからね、基本的にシミュレーションをするゲームっていうより車を動かして遊ぶっていうものだったんで、厳密にカーシミュレーションとして、さらに車の挙動まで持ったゲームということで、こっから始まるカーシミュレーション戦争っていうのは非常に今現在残っているので、グランツーリスモ初代、これはやはり歴史上重要だったんじゃないかなと思います。3本目、アークザルト3、失礼、アークザルト2 2です、これ 1,2 セットで入れてほしいなっていう思いがありますけど、ね、1,2 で完結するんで2です。ただし1本で言うと2です。まあナンバリング1でもいいですけどね、2、とりあえず2。これはやっぱりプレイステーションの JRPG といえばアークザラトです。ドラクエとかいろいろありますけどアークザラトです。ワイルドアームズとかありますけどアークザラトです。一番最初に出たのが確かアークザラト、 JRPG ね、当時 JRPG 市場だから JRPG が優秀であれば世界を取れる、そのことだったんですけど、アーク1の話ね。でアーク1は2にアーク1と2、本当は多分1本にして出したかったんですよ。だけどアーク1を早く出さないと、対抗するセガサターンに負けちゃうから、こう早く出さなきゃいけなかったんですよ。で、多分ですよ、切ったんですよ切って無理やりこう出したんですよ、1を。その結果2を何年後にあらかじめもう出す。だから1は
歴史上稀に見る To be continued みたいな終わり方してるんですよ。ね、2で続くって終わり方して、そこで終わるっていうとんでもない終わり方してるんですよ。で、メモリーカード、プレイステーションは、メモリーカードにセーブするっていう非常にね、これもゲーム歴史上画期的なシステムだったんですけど、ハードウェアではなく外部にセーブする。で、1から2にセーブデータを引き継げる。これがゲーム史上初めてやった歴史深いアークサラット、1、2で入れたいですけど、まあナンバリングライブは2かなと思います。4本目バイオハザード1。やっぱりこれは初味よ。世の中にホラーゲームというものを確固たるものに押し上げたバイオハザード。あのね、ホラーゲームってね、怖いだけだったらバーンとか音を急激に静かなところでバーンってやればいいんですけど、もう恐ろしいとか気持ち悪いっていう恐怖を与えるって難しいんですよ。途端に難易度が上がるのね。あの、だから要は脅かすのは簡単なんですよ。静かなところから音バリーンとか立てればいいんで。実際バイオハザード1もガラスを割って犬が出てくるところが一番ビビるんで、ゴーウォーってなっちゃう、そのぐらいのインパクトもう脳裏に焼き付いてる、もう大脳にこびりついてるんで。そうなんですけれども、その怖い操作性も良かったんですよ。昔のバイオって前を押したら前になんかその回転させてキャラクターを動かすって非常に操作しづらいインターフェースをあえて乗っけていた。だからゾンビから逃げるのも難しいし、 あの手のゲームそもそも初めてだったんでね、皆さんね、すげえそういった意味で怖いゲームっていうのを作り上げたバイオハザード1。まあ2でもいいですけどね、ランバリングはいいです、欲しいですね。そして、まあ、ここ迷うんですけど、等身伝2ですね。鉄拳3が入っているので、等身伝どうかなと思うんですけれども、家庭用ゲーム機からアーケードに移植された、稀に見るソフトです。基本的にその当時はアーケードゲーム最強なんですよ。だからセガサターンがいい例で、ナオミ基盤つってね。ゲーセンで流行ったものを家庭用に持ってこれるよ。ネオジオもそうです、ゲーセンで流行ったものを家庭用に持ってこれるよ、お家で好きにインカム入れずに遊べるよっていう、それが家庭用の魅力だったんです。ファミコンもそうだからね。そもそも初代ファミコンがゲームアーケードで遊んでいたものをファミコンで家で遊べるよっていう、それ画期的なんですよ。その画期的なものを逆に言った、これ唯一なんじゃないかな。今現在はあんのかな、ちょっとパッと出ないですけど、少なくとも当時多分初の出来事だったんじゃない。家庭用であった等身伝をベタ移植でゲームセンターに持ってけた奇跡のソフト、等身伝。まあ1か2か2、3もあるけど、まあ 2かなって思いますね。で1、2、3、4、5、ちょっと分けてもらえば分かんないね。6本目パラサイトイブ。これは、まあ、原作はあのパラサイトイブで、制作スクエアなんですけれども、スクエアのもう極地、人間の極地です。パラサイトイブ。もうこれはあの当時究極だった、アルティメットゲームソフト。面白さって意味ではなく美しさだって、ムービーをハリウッドの CG クリエイターが作ったの。あのね、当時スクエアイケイケだったんですよ。で、海外のね、いろんなところにスタジオを作って、引き抜きとかもバンバンさ、それでついにハリウッドにまで手を出しちゃったんだから。で、ハリウッドのクリエイターを引き抜いてパラサイトイブのムービーシーンとかグラフィックシーン作らせた。ゲーム史上そんなものありますかっていう、パラサイトイブは究極のソフトで、当時インタビューで思い出に残っているのが、そのハリウッドスタッフとかは、彼らはそのネズミとかを作るのは非常に上手なんだけど、ゲーム的なものを作るのは下手くそんだよねみたいなことを言っていた。うん、非常によく覚えていますけどね。パラサイトイブ、これ入れましょう。そして7個目、ファイナルファンタジータクティクス、これも入れましょう。これはやはりスクエアが当時イケイケだった象徴、ゲーム業界、プレイステーションの象徴、ゲーム業界の象徴、それがファイナルファンタジータクティクス。今ではもうこんなことを大っぴらにやったら
大変なことになるかもしれませんが、スクエアはイケイケだったためにお金に物を言わせてって言っていいのか分かんないですけど、優秀な開発者を抜いて抜いて抜きまくったんですよ抜いて抜いて抜きまくったの。だからアークザロット3が残念になってるのは、アーク1、2を作ったスタッフが抜かれてんすよ、スクエアに。だから3は違うスタッフが作ってるから。そうで、ファイナルファンタジータクティクスは当時あった、伝説のオーガバトルっていう、ね、これがね非常によくできてて、シミュレーションゲームとしてね、まあ、ファイアーエンブレムとかあるんですけど、非常に完成度の高くコアなファンがいました。そのチームを丸ごと引き抜いたんですよ。スクエアの一部署にしちゃったって。やばいでしょ、これ今考えると。そっからさらにやばいのがファイナルファンタジータクティクスなんですよ。これね、オーガバトルに FF を乗っけたんですよ。こんなことやっていいのかっていうね。まあ、もちろん、マップとかは違うんですけど、キャラデザとかね、スタッフがまるっと一緒で、オーガバトルの続編を作りました。ただし、キャラクターはファイナルファンタジーですっていう、キャラクターっていうか、その、魔法とかケアルとかね、そういうファイナルファンタジーの世界観ですっていう、とんでもないね、諸行が、の末に、とんでもない諸行の末に生まれたソフトが、ファイナルファンタジータクティクス。これは多分今できねえのかな。こんなことやったら大変なことになるよね。似すぎているとかさ、昨今のパブジー、フォートナイト、ゴヤコードみたいな感じで、あんなんじゃないですからね。もう世の中もう大ゲーム時代でしたからね。これ入れましょうよね、一本ここで入れときましょう。こんなこともあったんですっていうの。そして8個目、キングスフィールド。キングズフィールドは正直私はそんな面白かった思い出はないんです。ただ 3D ゲームに慣れていなかったので、生まれて初めてキングズフィールド1を触った時、気持ち悪い気持ち悪い、こんなゲームできねえわって思ったんですよ。ベロンベロンに酔っちゃって、じゃあなんで入れんの。フロムソフトウェア伝説はここから始まったんです。2018年現在、フロムソフトウェア、これは日本のゲーム産業を支えてると言っても過言ではないでしょ。今私はフロムとプラチナがなくなったらやばいとそれ思ってるぐらい、もうフロムとプラチナの世界での評価が非常に高い。そのフロムソフトウェアの1本目、キングスフィールド、これは入れるべきでしょ。フロム伝説、2018年現在日本市場を担っているフロムの1本目ですから、それは入れましょう、キングスフィールド。そして6、7、8、9本目、クラッシュバンディク。理由は一緒です。ノーティドッグ伝説、アンチャーテッド、今をときめくアンチャーテッド、ノーティドッグ伝説、クラッシュバンディクからなんですね。これはやっぱりね、なんだっけ、ノーティの、ノーティのゲームでクラッシュバンディク出てたと思うんですよ。あのタイトルなんで毎回忘れんだろうな。ラストバスで、クラッシュバンディク、失礼、ラストブラスじゃねえや、アンチャーテッド海賊王と最後の飛行か、アンチャーのラストになるんですけれども、これが、クラッシュバンディクを遊んでいるシーンとか、クラッシュバンディクのちょっとしたミニゲーム入ってるっていうのは、ノーティがクラッシュバンディクだからです。だからもちろんノーティとしては、海外製のゲームで先にあるんですよ、 PC ですけどね。だけど、まあ、ノーティドッグをもう確固たるものにしたのはやはりクラッシュバンディクかなと思うので、ノーティドッグ伝説はまあここから始まったと言っていいんじゃないですか。だからクラッシュバンディクは入れていいんじゃないかなと思います。そして10本目、エースコンバット、今をときめくエースコンバット7。世界で戦えるソフトが少なくなってきた今、エースコンバット戦います。この
エースコンバット1、エースコンバット伝説が始まった。このエースコンバット1を入れずしてどうするんですか。95年の6月30日発売ということでね、すごい、エースコンバット1って223万本も売れてんだって。ワンが一番売れてんだな、じゃあ。ワンが一番売れてんだよ。その伝説を構築した一本目、これを入れずして何を入れますか。エースコンバット1、ぜひとも入れましょう。そして11本目、女神イーブル6ペルソナ。これも理由は同じです。今をときめくペルソナ、このペルソナ伝説が始まったのが女神イーブル6ペルソナだからです。それまでは、デビルサマナー、デビルサマナーと分岐したんだよ。今後ともよろしく。悪魔城ドラキュラじゃなくて、なんで出ないんだよ名前が、嫌になっちゃう。女神転生、女神転生シリーズがあったわけね。今後ともよろしくっつってやってたんだけど、これが派生したのがその時期なんですよ。生まれて初めてそのデビル様なじゃん、女神転生が分かれたんです。デビルサマナーとペルソナに分かれました。メガテンというシリーズがありました。で、新メガがなかなかね、サイクルしなくて、メガテンどうだ、メガテンどうだ、メガテンどうだ、ボーンと2個に分かれました。で、2個に分かれてほぼ同時に出てるんですけど、デビルサマナーはセガサターン、プレイステーションで出たのがペルソナだったんですよ。で、どっちがよりメガテンだったかっていうとデビルサマナーなんですよ。メガテンは新女神転生デビルサマナーって名前だったので、どっちに力入れてたかっていうとおそらくデビルサマナーなんですよ。私両方当時やりましたけど、デビルサマナーの方がメガテンっぽいんですよ。だからペルソナの方が遊んだんですよ、おそらくね。女神イブン6ペルソナっていうタイトルだからね。ただし2018年現在テレビアニメにもなり、残っているタイトルとして生きているのはデビルサマナーではなくペルソナでした。この分岐点になり、さらにその始祖となる女神ブルロックペルソナ、これはいるでしょう、伝説の始まり。そして12本目、メタルギアソリッド。まあメタルギア自体はね、 MSX とかね、私パソコン人間だから、あのスナッチャーとかそっちのイメージあるんですけれども、やはりメタルギアではなくメタルギアソリッドとして伝説を作り出したのは、なんぼ言うてプレステのソリッドじゃないかなと思うんですよ。その前のね、あの PC 版とはあるけど、伝説化したのはソリッド、私はスナッチャーですけどね。今それはいいんですよ、ソリッドだと思うんですよ。伝説の始まり、小島プロダクション、小島監督伝説の始まりはどうしてもスナッチャーって言いたいんですけれども、市場的に見るとやっぱメタルギアソリッドだと思います。今をときめくメタルギア、ね、今をときめく小島秀夫、その、ね、名前を潮に知らしめたメタルギアソリッド1入れてもいいんじゃないでしょうか。そして13本目、パラッパラッパ、コンビニ販売デジキューブ第1弾だったような気がします。そういった歴史のあるパラッパラッパ、音ゲー、さらに、丸ボタンをね、丸やバッチャ四角が降ってきてそこを押すんじゃなくフリーモード搭載は、こう突然ボタンが消えんの、好きなの押していいよっていうのでスコアが出てくる、お前の生き方を、お前の生き様をそこに刻み込めちゃいけら、スコアはどうやって算出されてるのわからない。まあいろんな意味で松野さんだっけ。皆さん、これがガチで年ですからね、これが年っていうんですよ。
パラパラパね、松浦さんでした、失礼。松浦さんがね参加したっていう、まあそういった意味合いでも、そういうミュージシャンあんま参加すること今までなかったので、いやまあアグザルト1はね AT スクエアの人ですけど、そういう意味でパラパラパって、あと、市場的に言うとライトゲーマーを獲得しなきゃっていう文化だったんですよ。その当時必死になってゲーム業界のパイを広げるためにコアゲーマーをおざなりにしてでもライトゲーマーの獲得に躍起になった時代だったのね。だからパラッパラッパーみたいなものでライトに切り込んでいくっていうので、パラッパラッパーって非常にそういうゲームの歴史の1ページを担ったゲームかなと思うので入れてもいいんじゃないでしょうか。14本目、これは迷いましたけどね、アクアノートの休日、もしくはムーン、もしくは太陽の尻尾、まあこの辺りの変なゲーム変なゲームで、アクアノートの休日、太陽の尻尾、ムーン、あとは IQ とかサイ、この辺ですね、この辺の中の1本って考えると1本目に出たのアクアノートの休日なんですよ。こっから続いてったんで、やっぱだからアクアノートの休日かなと思うんですよ。だってこれ何するの、何にもすることがないゲーム、こんなのあるかよ。目的も何も何にもないんだよこのゲーム。海底をただ探索するだけ。なんかあんの？ないです。だからムーンの時にテレビ CM でね、やめてください、勇者様勇者様って勇者がバーッつってさね、漁っていくみたいな、やめてくださいとか言ってね、そのアンチテーゼだったんですよね、ムーンってね。だからね、逆を言ってるんですよ、普通の王道 RPG の逆の世界観みたいな。そういう変なゲームっていっぱいあったんですよ。それ面白かったよね当時は。今はまあ置いといたとして、今の子たちがどうかで置いといてたとして、当時の我々にはものすごく画期的であり変であり、イノベーションを感じたんですよ。楽しくてしょうがなかった。そのまあ、ムーンだといろいろあるんですけど、走りになったのはやっぱ私はアクアノートの休日が走りかなって思うんですよね。いや金色のワンボウがいるっていうんでね、必死になって見つけましたけど、それぐらいじゃないですかプレステ3で一応アクアノートでしたかな。でプレステ3はトロフィーを集めるっていうシステムに乗っかっている遊び方もできちゃうから、アクアノートの休日、私あれプラチナトロフィー取ったんですよ、 PS3 版ね。だけど本来のアクアノートの楽しみ方はしてないなって感じました。トロフィーを集めるために海牛を探しまくるとかね、あの海牛ってこれして必死になって探しまくるとかね、やってたんで、それってもう探索ゲームになっちゃったなって思ったんで、最初の1個目はまぶたの裏の世界みたいなキャッチコピーがついたと思うんですよ。だからもう何も考えずにまぶたの裏をこうね、まどろむかのように潜水艦を操作して画面に映るアクアリウムを楽しんでって、アクアリウムっていうかまあそのお魚を楽しんでっていう謎のゲームの走り、アクアノート休日。まあここムーンじゃねえのとかいろいろあると思いますけど、私はアクアノートは最初だからって言っていいですね。そして最後、ときめきメモリアル、フォーエバーウィズユー。社会現象ですから、ときメモ。ニュースになったんだから、ときメモ。限定版、10万、20万っていう値がつく。ニュースになったんだから。ちなみに私は、発売日に買っております。その限定版は多分引っ越しかなんかの時に捨てちゃったと思いますちなみにね、こういう加工になっててパカッて開けると曲が流れるんですよ。伝説の木の下でみたいな曲が流れるの、オルゴールがついてるんですよ。でパカッて開けるとオルゴールが鳴ります。まあ電池交換すれば使えますよね。デジタルのオルゴールです。あの暗さとかを感知するんですか、開けてオルゴールが鳴ります。でときめきメモリアルのソフトと、確かマウスパッドとマウスが入ってた。でかかった箱が。あのね、こう、いやそれ桜大戦かな。と
ときめきメモリアル2ですね。ときめきメモリアル2、フォーエバービズユー。まあ、ときメモですよ、ときメモ。ときメモ2、限定版 PS。これで、何入ってんだろうな。やーべえ、アマゾンに書いてねえな。何かが同梱されている、マウス、サイズ的にマウスだってな気がするんですけれども、ときめきメモリアルフォーエバーウィズユー。すごいでしょ、これ調べないで喋ってるから私。すごいでしょ。だから記憶はたまにね、ぶっ飛んじゃうものがありますんで、覚えてないパターンがあるね。マウスとマウスパッドで合ってると思うんだけどな。ちょっとごめん、パッドを検索して出てこない。これ以上動画を引っ張ると、やだな。やだな、それ。それはやだな。うん、ちょっとごめんなさい。検索してください。もしくは概要欄書いておきます。まあ、限定版ですね。これがまあ、本当に社会現象になって、テレビニュースでバンバンやって、初回限定版がどん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 高騰していって、まあ、今の私はね、大人になっちゃいましたから、10万、20万つっても、うーんって感じですけど、キッズよ、当時、キッズ！キッズの時代に、自分が発売日に買ったソフトが、10万とかなってみ？もう、どうしていいか分かんないよ。お母さんこれみたいなさ。あとは、これは重要ですよ。あと、君は入れてほしい。ギャルゲーっていう言葉はこっから出たと思います。厳密に言うと違うのとかあるかもしれませんが、諸説あったりするのかもしれない。私の中で、今っていうか、私の中で思ってるのは、ギャルゲーっていう言葉はこっからだと思います。ときメモっていうのが出た時、ジャンルがなかったんですよ、ギャルゲーっていう。だからエロゲーってみんな言うじゃない、エロゲー。でも別にエロシーンないじゃないですか。でときメモファンたちが、自分たちは別にエロゲーやってないよねっていう、エロゲーはやってないっていうことでできた言葉が美少女ゲーム、ギャルゲーなんですよ。だから今そういった、所詮ギャルゲーだろとか言うじゃないですか。美少女ゲームでしょっていう。キャラゲーでしょとかも言うかもしれないけど、まあ、ギャルゲー、それギャルゲーでしょっていうのは、ここから生まれたと思って。このときめきメモリアルより前は、ないんです。女の子をネタにしてやったゲームってなかったんです。世になかったの。だから我々がちょっと興奮するアイテムに使ってた、おかしいだろ言い方が。使ってたのは、例えば、イースツリーってなんだよ。イース2の、リリアが、こう、レグレレグレレグレグレグレって、レグ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 レってって、こう振り向くシーンね。レグレレー、レグレグレグレレー、レグレレ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 レね、振り向くシーンがあるリリアが、そういうだからリリアに恋してしまうみたいのはあったと思うんですけれども、イースのね。でもかといって、あの CD でね、リリアっていう CD あったんですよ。リリアのリリア、ミスリリアとかやってたんですよ。マイコンペシックだったかなんか、いやミスリリアっつって、リリアコンテストみたいのをリアルの人間でやったりして、そういう文化があったんですよ。だけどそっからファルコムがスピンオフでリリアの恋愛ゲームなんか出さないじゃん。てか恋愛ゲームってそもそもないからね。ないんです。だからときメモは本当に歴史なんですよ。こっから発生する歴史ってすごいんですよ。恋愛ゲームないです。ちょっとそっから前、
3年ぐらい前に戻るとプリンセスメーカーっていうゲームなんですよ。これも、難しくて、ただパソコンだったからね。あれはプリメってね、これ美少女ゲームって呼ばれてたかな、最初呼ばれてないはずなんですよね。少女育成ゲームとかなんかそんな名前だったはずなんですよ。いやでもそもそもパソコンゲームだからジャンルなんかついてなかったような気もするし、プリメのね1がね、プリンセスメーカー1、プリメ1ね、ちょっと iPhone の置いた場所が悪くてさ、私はパソコンのモニターが見えねえんだわ91年だって。だからプレステ発売の3年前ですね、うん、合ってる。98のねフロッピーディスク8枚組。いやプリメはねすごい罪悪感あった。私これヨドバシ、横浜のヨドバシカメラで買った覚えてるんですよ。覚えてんだけど、買ってお家に帰るまでになんか涙が出るんですよ。お母さんに申し訳なくてなんか私は人類の敵、わかる、超最低最悪の悪い子みたいな感じで、なんか私は汚れてしまったみたいな、悪い子供になってしまいました、お母さんごめんなさいって思って、すごい罪悪感だったんですよ。プリンセスメーカーごときでね、今思うと大人になって今どうよ、私もう閉じていた羽がねブラッってクジャクのようにもう開いたかのごとくで、ね、水を得た魚のように下ネタをね使いますけれども、そんなね私のね少女時代もあったんですよ。懐かしいでしょ。まだプリンセスメーカーはエロいシーンないんだよね、あれはないんだけれども、ちょっとしたそのなんかパンチラ的なニュアンス的に言うと部分とかあって、なんとなくお着替えとかっていうんですか、微妙なシーンなんですよ。だからプリメの時にギャルゲーってことは確かないんですよ。本来ならプリメが出た時点でギャルゲーとか、美少女ゲームっていう名前があってもよかった気がするんだけど、そこはやっぱパソコン市場だったんだよね。コンシューマー市場のデカさよ。ときめきメモリアルによってエロゲーという言葉からさらに一個出来上がった。こんな歴史深いときメモ外せますか？外せないでしょ。ということで私がねブワーッとね、書いたメモ、まあ10分ぐらいで書いたものですけど、どうやって写そうかな、これ反転できねえんだよな。10分ぐらいで書いたメモね、申し訳ないですけど、写ってんのかな。ちょっとこれひどいな、これがみんな YouTuber ね、これが YouTuber、 これが私が、書いたメモですねひどいないやさすがに私今自分でこれやっててひどいと思いました。だから今回特に考えずにブワーッとタイトルを羅列したものになるので、抜けがあったりとかいろいろあるかもしれない。でその中で抜けたもの、パッと思いついてまず最初にバーッといくつか羅列したんですよ。でそこから選別したんですよ。で、抜いたのがムーン、 IQ、 チョコボの不思議なダンジョン、サイ、テイルズオブデスティニー、聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナー、フロントミッション2、サガフロンティア、ウィザードリー・セブン、ツイビー・ヤッホー、スター・オーシャン2、極上パラダイスとか、まあ、バーッとあるんですけど、抜いたんですよ。結局、この15個に落ち着きましたね。ひどいね、今の部分。さすがにカットするか。わかんないしないかも。というわけで、私が予想するですよ。プレイステーションクラシック20本、5本プラス15本ですね、になります。まあまあまあそうですね、で予想というか願望というか、そういった、歴史の位置づけであるソフトを入れてほしいと。で最後になりますが、どこでも一緒、トロ
ね、テレビニュース、朝のニュース番組とかにおなじみになったあのトロが欲しいので、ソフトを選ぶときに、ただあれってポケットステーションがないと何も面白くないんで、ポケットステーションないとできないから、できないわけじゃないけど面白くないですよ。だからどこでも一生入れる必要はないので、トロとかあのうさぎとかいたじゃないですか、ロボットとか、あれをゲームソフトを選ぶ画面でちょっとなんか案内役みたいなので入れてほしいんですよ。エデンの戦士たち、これは初めてプレイステーションに参入したドラゴンクエストでとかってトロがちょっと喋ってくれるといいなっていう。で、お前を消す方法ってみんな打つんでしょ。やだやだ、怖い怖いというわけでプレイステーションクラシック、ね、生放送でやろうかなって、いつもだったら生放送でやるんですけど、明日の東京ゲームショーがちょっとあって、今回は動画にしてみました。次からメガドライブとか、まあ、PC エンジンで出ると思ってるかな、私とかで動画にするか生放送にするか、ちょっとその時に決めます。今回はちょっと東京ゲームショウの兼ね合い回り動画にさせていただきました。見ていただいてありがとうございます。皆さんのいやいやあれはっていうのがあれば、ぜひどんどん書いてええやで、概要欄書いてええやで、むしろ15本、 お前の考える15本書いてええやで。なんたってもう12月3日だから、あっという間よ、みんなもうちょっと寝たらすぐなので、その間我々はいいじゃないですか、一ゲームファンがこうワクワクテカテカ楽しむ、ね、妄想にはけるで人生幸せ、これでいいんですよ、これでいいんです。というわけで見ていただいてありがとうございました。私の考える、最強のラインナップ、歴史を加味した、歴史書、プレイステーション歴史書、もう一回あげましょう。まず決定している5タイトル、ワイルドアームズ、 FF7 インターナショナル、鉄拳3、ジャンピングフラッシュ、リッチレサ4、そして、私が考えるのは UI にトロで、いきます。ドラゴンクエスト7、エデンの天使たち、グランツーリスモ、アークザラト2、バイオハザード、刀神殿2、パラサイトイブ、ファイナルファンタジータクティクス、キングスフィールド、クラッシュバンディグ、エースコンバット、メタルギアソリッド、女神ビューン6、ペルソナ、パラパラパ、アクアノートの教室、メモ、ときめきメモリアル、フォーアイバーオミズリュー。好きとか嫌いとか、最初に言い出したのは、誰なのかしら？いいじゃないですか、ゲームは好きで。では皆さん、伝説の木の下でお待ちしております。バイバイ。